どうも、エルザです。それでは、ラストオブアスやっていきたいと思います。さあ、続きをね、とうとうエリーに銃を渡してというところだけど、あ、ちょうどいい時だったね。あ、これ行くともう先進むから、ないかな？アイテムもない？こんなもん。やたら物資あったけど、そういうことか。ホルスターは全部前回作ったんで、精度で30か。連射速度上がると強そうだね。構える速度と、リロード、上げてた方がいいのかな。15だと、速度と反動が抑えれる、か。あ、リロードそっち上がるのか。連射だね。で、マガジン上限、先にリロードかな。これ結構ね、かっこいいんだけどね、一個一個弾入れて、カチャン、カチャンってなるのがね、かっこいいんだけど、なかなか、難しいところなのよね。ちょっとショットガンが弾切れたら変えるようにしよっかな。マジか。忙しいよな最近。なんだって。くさ、食い物はボルヌツだけか。何もねえ。行くぞ。最低やなこいつら。マジ。できることはなかった。いやーそうだね。助けれたかもしれない命って考えると、まあなかなか。とにかくあの橋だ。オーケー。いやだよね、パンデミック起きるとこういうことがよく起きるからね。情に熱い人ほど多分生き残れないよね、サバイバルってね。さあ、前回うまいことステルスいってないか。ちょっと惜しかったけどね、徐々に徐々にステルスはいい感じになってきてるんで。やばい、ハンターだ。あのトラックには軍隊でも乗ってたのか。どうやって皆殺しにしたって言うんだ。もう一度話そう。日が暮れる前に終わらせる。いや、ちょっと待った。エリー？ちょ、待ってくれるね、ギチギリね。いて！それは、そのタイミングは、えぐい。ちょいっとさ、そのタイミングはないって。またんでいいやん。マジで、なんで待つかなぁ。いや、痛かった。なんならキャンセルしてくれた方がちょっと助かったんだけどな。しゃあない。まあでも、二人処分できたならいいか。弓でさっさと撃つべきだったかなぁ。あ、そうだね。隠れながらいけなくはないって感じか。物資は？ないか。開かないもんね。いや、書類がある。最終攻撃メモ。奴らを追い詰めたぞ。ほとんどの戦力はリバティ通りに撤退したと。制圧。
狙ったんだね。こんなもんか、アイテムは。なんか一瞬光っ動きがあった気がしたが、回復か。すまんすまん。いないね。というか、そろそろ、工作速度上がるのか。いやー、どっちかっていうと治療速度上げたいね。さあ、ちょっとアイテムがあるか見て回って、なし。うん？今なんか見えた気がしたけど、気のせいかな？気のせいっぽいね。ぐるーっと回って、ああいるね。まだ見つからない。マーケット通りは今連中が車で回ってる。期待しよう。奴らが現れることを祈るよ。必ず現れる。奴ら？その下を通っていくか、左側の中を通っていくかっていう感じか。いやー、やばそうだねー。いるね。上にいる。いたね。危ない。二人いるんだよね。三角三角だったら多分一人しか動かないね。よしよしよし。よし、ちょっと早めに。よし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 。ああ、見えた。しゃがんでろ。ああ、投げれるものが取れないね。それはちょっと。よっしゃー。くすまんな。よし、いないね。矢の回収したい。あー、一本なくなったね。折れちゃったね。いや、貴重なんだけどな。いや、作れるものは特にないか。さあ、いない。右側いるね。とりあえず、トラップだけ気をつけたいね。あそこしれっとあったからね。あー、そこもあるね。しれっとあるからな。怖えんだよな。
爆発させたら気づかれるしね。いや、でもこれは爆発。いや、こう通ればいいのか。ちなみに、ああ、そこ通れるね。トラップの意味と。よしよしよし。ハサミゲッチューのアイテムはなさそうだね。さあ、注意して。いや、これしゃがむか。さて、男女のペアが捕まったらしい。じゃあ残ってるのは男と子供だけだな。そうだな。あとトラックのやつ。1、2、3、4人。意外とね、視野が広いからな。ないね。よし、それならそれで。奥の方はなんかあんまり動かないから、うまいこといけばやれるんじゃねえか。いや、そんな甘くないか。危ない。やー、危ねー、見つかった。ほい、やべやべやべ、なんてことしてんねん。いけ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 。おわー、ちょっと待った、エリーか。エリーに当たってか。逆に陽大丈夫やったな。おお、ナイス。はい、いけ。まだ生きてんかい。マジか。意外と頑丈だ。あら、意外と大丈夫だったね。危ない危ない。本当だよ。漫画だな。いやー、つらさあ、アイテム探し行きますか。あの固まってる時があれだね、爆弾うまく使いたいな。それ以外はなんとなく当たるようになってきてるからね。まあ、リロードというか、銃撃つテンポが慣れてきた感じだろうね。エイムの速さとかね。いやー、エリーが捕まった時はちょっと焦るな、それにしても。エリー撃ったら大丈夫なのかっていうね、違う心配もちょっとあるんで。お、やりー、ショットガンやね。弾補充して、ああ、そういうことね。回復アイテムやっぱ落ちてたんだね。で、ここ開けると。いや、ナイフでいけるか。大量の物資があると。あ、いいね、いいね。弾いいね。あとは、紙。いやー、あり余るぐらいの物資があるのはでかいね。あとは、治療速度上げて、聞き耳継ぎ上げようかな。よし、行こう。
やっぱそっちだよね。ひどい。この区域はこうやって潰れたんだ。そうかもね。あ、やっぱ一発か。どんな戦いにも敗者はいる。家族がいたらどうなの？家族はみんないるさ。あまり気にするな。まあね、家族がいない身だからね。よくやった。リボルバーは意外とダメージ高いっちゃ高い方か、やっぱ弾のサイズ次第かなと思ってたけど。もうすぐだ。あの橋か。こうなってくるとそろそろここの親玉も出てきてもおかしくないんだけどな。嫌な感じするね。似たようなところに住んでた。ボスタンの中でね。これさすがに違うよね。入れそうな気はしないもんな。幼年学校。うん、つまりは孤児院でしょ。ここの子供はどうなったのかな。もう長いこと使われてなさそうだ。もう子供じゃないだろう。私たちを追ってるハンターか死体になってるね。その両方だろうね。さあ、アイテム、またあった。何が？これ？このポスターよく見る。この映画昔見た。女の人、最後は殺されちゃうの？誰も殺されない。くだらんラブストーリーだ。ねえ、誰と見に行ったの？覚えてない。それより集中しろ。あ、そう。あ、そういえば奥さんはあれだもんね、路地を通ろう。出てないもんね、そういえば。あら、こうだね。あのトラックだ。心配するな、頭を下げてろ。めっちゃ見張ってるな。ならお前にもやるよ。どういいかな。ベーコンだぞ。まずいわけない。ベーコンはうまいだろうね。で奥に人。いや、さすがにここでやっちまうとあかんよな。せめてもうちょっとこう、分散してくれればやりようはあるが。あ、しかも引っかかったー。はい、ありがとう。すまんねえ。矢が一本どころじゃねえな。ハンターが撃ってきてるの。軍が来たら放題だ。撃ろ。そうだね。カービンに帰って。奥に一人逃げたけど詰めてきてるね。はい、一発。すまんな。
こっちもやられるわけにいかないんで。ただ、あれ？やっべえな。あ、大爆趣味やな、あの車。はいはい。抜けれはするけどって感じか。おお。まあ、でも爆破は無理だろうね。回って抜けるか、あの感じだったら。アイテムないかな。よし、OK。こっち抜けて、ない。どうだろうね、どうやってあれ。ネイルさん。避ける方法ね。まあ、それしかないよね。はいはいはい。そういうことか。それでいいの？ブレして回って、痛い、ねえ、物資があれば最高だけど、これは探してる暇はなさそうだね。痛い、ハサミ、カービン、あとは、まだいけるかな。そこ通り抜ける感じかな。怖い。入れないよね。さあ、ビーンゲットして、あっと、はい、もういたんだけどな。僕で構えるよね。ユミどうかな。意外と弱い。そうか。どこ逃げた？あら、結構奥まで逃げちゃった感じだね。おお、マジで？そんな追っかけてくる？いた！びっくりしたさあ、ちょっと鉄バットもね、もうちょいで壊れてしまうんで。ああ、この辺りはって感じか。あ、なんか落ちてるね。いや、気のせいか。
玉月中アイテム食べ物ないか、念のため使っとくか。見合ってろ。了解。すまんね。意外とこっちの方がいいか。大丈夫そう。そっちか。これは嫌やな。この道は嫌だな。矢がなしはきついね。もうステルスが物理しかないってことだもんね。あ、通してください。通して。アイテムあった。まだだね。よし。特になし。アイテムもない。いや、あったね。冷蔵庫に絶対なんか入ってるでしょ。あ、降りるしかないか。いや、ん、あー、そっち。なるほどね。大丈夫、死角になってる。いえ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 、物騒すぎるやろ。おお、マジで。子供。ジョエル、まだ、おい、まだ。ジョエル、やめて。あれ。離れろ。分かったから、落ち着くんだ。大丈夫だ。悪い奴らじゃない。銃を下ろせ。うわ、これひでえな。襲ってきたらそっちだ。奴らの仲間だと思ったんだ。だがその子がいた。奴らのグループに子供はいない。死んじまうからな。あ、血が出てる。ああ、なんでもない。ヘンリーだ。おいつはサム。あんたは確かジョエルだな。エリーよ。他に何人いる？みんな死んだ。おい、まだ分かんないだろ。大勢いたが、物資を探しに町に入ったのが大間違いだった。クソ野郎どもに襲われてバラバラだ。今は脱出しようと必死さ。協力しようよ、エリー。だってその方が安全でしょ。そうだな、その方がいい。近くに隠れ家があるんだ。ここよりも安全だぜ。わかった、行こう。ついてこい。はあ、子連れはこの人たちのこと言ってたんだね。大丈夫、お互い様だしね。出身は？ハートフォードってとこ。本当？すごく怖いところだ。物資はなしか。いや、探せるな、この感じは。あ、バッター。火炎瓶強化きたね。さて、火炎瓶強化、単純に強化されてるだけか。そしたら火薬も使うことはないね。よし、行きますか。気をつけろよ、奴らの監視エリアが近い。
娘さんだけか。親子じゃないよ。なんていうか、この子を守る義務があるんだ。そうか、よくわかるよ。よくわかる。さあ、ナイフで開けて。しまいた。鮮やか。あー、弾欲しい。あー、弾が。まあまあまあ、ブシブシブシ。ヘリー、また漫画を見つけたぞ。第10巻。だいぶ飛び飛びで手に入るね。ナイフは作るか。余裕があるしね。チェスだ。ご機嫌やね。多分ここには戻ってこないだろうから、取れるものは取っておいて。何も強化できない。あ、いいね。弾が潤沢やね。あと、嫌だね。おい、待て。静かにしろ。窓から離れろ。言ったな。あのトラックめ、ここに入ってから、ずっと追いかけられて。サム、何してる？別に。そいつは？リュックには何も入ってないし。ルールを決めたよな。全然重くない。ルールだ。どうだ？必要なものだけ取れ。そうだ。さあ行こう。まあ子供だったら欲しいだろうね。近いぞ。あと少しだ。さあね、そういう娯楽品も買えないわけだからね。それよりか物資入れて生き延びるものを取った方がいいからね。エリ、後ろを頼む。もういない。他の連中は、そのこといいの。調べに行ったのかもしれない。オーケー。もう一度よく見て。あっちを頼む。俺はこっちを調べる。この辺を調べる。向こうだ。ちょっと待ってね。とりあえず一撃で葬れるように。しておいてだ。よしよし。あ、意外と動くな。だって銃撃ったらバレるし。さあ、どこに嫌がる？矢が欲しいねえ。くそ、捕まえろ。おい、刺激。そうなるか。くそ、おい。ふう、やっぱ一発目が肝心やね。はい、変えて。なかなかか。全然隠密できてないけどな。なんかどんどんこう弓がないと辛い展開が多くなってきたね。待て待て待て、がっつり構えてんじゃん。なんか吸い込まれたね。すごいね、あの吸い込みはすげえな。さあ、もうないね、叩くものは。
鍵は一つしかない。奴らの近くだ。安全なのか？鍵は一つしかない。どこで見つけた？ハンターを殺した。そいつの鍵だ。みんな入れ。こっち、そうだね、そっち行く前に。同い年。本当だったか。そうだな。そうだ。さあ、物資物資。なんだろうね、こんなに潤沢に物があるのも逆に怖いっちゃ怖いんだけど。よし、ここだ。ここか。よし、じゃあそうだね、今回の動画はここまでにしましょう。ライブの方はまだ引き続きやっていきたいなと思います。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。